クラブダーリンアイドル英介、現役大学生として日々日本最高峰の大学東京大学に通っている。そして夜、彼は昼間とは全く違う顔を見せ、日本一の夜の街歌舞伎町でホストに臨む。持ち前の頭脳で新たなホスト像を構築していく。今回東大生ホストの一日に密着する。東大に通いながらホストに挑む英介。東大での過ごし方について紹介してもらった。はい、結構昨日飲みすぎちゃって二日酔いなんですけど、学校来てます。なんか学校行くのはなんかもう時間ないやべえって時はなんか結構寝起きのボサボサのメガネとかで行くことあるんですけど、まあ時間ある時はちゃんとやっぱ恥ずかしいんでなんかちゃんと格好してます恥ずかしいんですね。普段そんな撮影することないんで。ここが赤門なんですけど、ちょっと工事中で入れないんで、普通に正門から入ります。ここが正門なんで、ここから入ります。ホストさんって結構夜遅くまで動いてるじゃないですか、はい、次の日朝からまた学校行くとか、そういうのってやっぱ結構ある感じですか？あ、ありますね。結構きついっす起きれたら勝ちだと思ってるんで、もう起きてそのまま寝起きで行って、でも眠いじゃないですか。電車で行くか、まあ、ちょっと時間ないタクシーで行くんですけど、まあ、その車内で寝ることをモチベに行ってます結構僕車とか電車で寝るの好きなんですよ。なんか気持ちよくて、それをモチベーションに朝は動いてますね。いや、結構東大一応綺麗なんですよね。東大の校章っていうかマークってなんかすごいイチョウが入ってるんですけど、あ、そう、こんな感じで、すごい。そう、今結構ピークなんですよね。すごいなんか観光客みたいな人多くて、ね、逆に大学来てるのかなって感じになる時もあります。正門入って今まっすぐ進んでるんですけど、正門進んでまっすぐ行ったとこにあるのが、そう、この安田講堂って言って、あれっすね、ザ東大みたいな、東大って言ったらこれみたいな、なんかテレビとか見てるんだけど、それのやつがこれです。意外と赤門から遠くて、なんか赤門から行くとめっちゃ時間かかるんですけど、正門から入るとすごいまっすぐですぐにたどり着けます。素直にすごいですね。何かに対してすごい頑張って結果を出した人ってやっぱりホストにおいても結果出せる人だと思うので、大学生の子とか入って辞めちゃう子も多いんですけど、まあ、さすが辞めずに両立というかできてるのは、まあ、そういう努力してきて続けられる人だからこそなのかなと思うので、まあいろんな意味ですごいなと思います。今ASKの彼のチームリーダーをさせてもらってて、僕最初頭いい子とか苦手だったんですよ。なんでかというと話がこう合わなくて、僕ノリで話すタイプなんですけど、頭いい子って論理的だったりとか、あとは話の内容を一歩先まで分かってたりとかして話が噛み合わないことがあったりとかするんですよ。で、会話はできるけどホストの会話じゃないみたいなのが多かったんですけど、エイスケは逆にすごいめちゃめちゃ僕気が合うなって思ってて、結構ご飯何回も行くんですけど、そんぐらい人付き合いも頭いいからうまいのかなっていうか、すごい逆にこうもっと仲良くなりたいなって思ったんで、苦手意識からすごいいい印象に変わりました。東大生のホストはいないと思うんで、歌舞伎町にもなかなか初ぐらいなんじゃないかと思ってるんで、こんだけ、頑張ってるのはいないと思うんで、頭おかしいです、彼は、はい、本当にすごいですね。僕には絶対真似できないなって思いますし、もうそもそも東大に入れないなっていうのがあるので、もうそこについては努力しかないなって思います。日本一の東大っていうところで両立してるところはすごいなと思いますし、両立の中でも高いレベルでやってるところめちゃめちゃすごいなと思っていつも僕は見てます。夜の営業時間に働いて朝から学校行くみたいな感じなんですよ。やっぱその分体力やったりつきますし、やってる人はやっぱ気合いあるなって僕は感じてます。みんな口々に語る大学に通いながらホストをやる難しさ、そして両立できてることに凄さを感じていた。続いてはここが東大の学食です。
なんか2階建てでめっちゃ広いんですよ。でこれが結構ね、東大の学食名物の赤門ラーメンってやつなんですけど、まあ、結構辛いですね名物なんで、せっかくなんで食べます。あと結構僕、結構量をたくさん食べるんですよ。だからなんか結構びっくりされるというか、なんか呆れられること多くて、なんか結構僕の指名してくださってるお姫様とかからも小豚とか言われることあります、たまに。持ち前の知的さ、地頭の良さで歌舞伎町で存在感を放ち始めてる英介。彼は東大で何を学んでいるのか。ここら辺が法学部のキャンパスです。あ、そう、僕理系で理工の工の工学部に入ってるんですけど、まあ、ここら辺で勉強してます。なんかそういう工場みたいですね、すごい。大体なんか理系の大学のキャンパスってそんな感じです。高校の時から結構僕理系なんですけど、数学物理科学とかすごい好きで、大学になるとその数学物理科学ってガラッとなんか結構雰囲気が変わってくるんですよ。で結構僕が好きだったその当時の高校数学物理科学の結構ノリが同じなのが結構大学では物理だったんで、まあ、その数学物理科学だったら物理系の勉強もしたいなと思って選びました。今学んでることってこの将来使っていきたいとか、なんかそういうふうに思ったりとかするんですか？いやー、それが全然ないんですよね。東大って2年生の夏に学部を決めて、そこで、まあ、正確な学部を決めるんですけど、まあ、そこで将来に生かすっていう意味で学部を選ぶ人って、まあ、当然多いんですけど、まあ、僕はそれよりはなんか自分がストレスなく勉強できるものがいいなと思ったので物理系を選んだって感じですね。将来物理を生かすってなると、やっぱ研究者っていうルートはめちゃくちゃ多いんですけど、東大って入るともう自分より何十倍何百倍も頭がいい人っていうのが結構ちょこちょこいて、教授の方々とか含めそうなんですけど、なんかやっぱそういうの見てるとなんか研究者は無理やなって思っちゃって、結構そっちのルートはあんま考えてないですね。最終的にはすごい経営でも何でもいいんですけど、すごい人の潮流の上に立ちたいなと思ってて、言葉だと難しいんですけど、例えばその普通に働いててコンビニで物って買うってなったらそれまでだと思うんですけど、でもその作業行動って実はなんかそもそも商品を企画して、まあ、通して開発して、でそれを生産ラインを確保してどんぐらい仕入れどこで売るとか、もうめちゃくちゃ考えられてるじゃないですか、まあ、その流れの上に立ちたいというか、でもそれって上に立たないと分かんないことだと思ってて、ちょっとざっくりとしてるんですけど、別のホストでも普通の物販の会社のそこはまだふわっとなんですけど、そういう人の上に立つというか、その世の中の流れが見える上の立場になりたいなって思ってます。東大で学べずに、グループ BJ で学べることみたいな。学校と仕事って違うんで、すごい、まあ、僕も社会人としては大したことはもちろんないんで、当たり前なんですけど挨拶の礼儀とか、あと遅刻しないとか、そういうとこをしっかりしてるグループで、そういう、なんだろう、社会に出るために、まあ、当たり前なんですけど、ね、当たり前ですけど、そういうきっちりした部分とかめちゃくちゃ身についたかなと思います。次回、東大生ホストの出勤直前に密着。さらに超人気 TikToker セナモブとコラボ撮影。24時から恋へ落ちてく次の奴隷の